浜松市に本社を置く大手楽器メーカーヤマハの入社式では、ヤマハらしく吹奏楽団によるライブ演奏演出が行われました。今年度のヤマハはグループ会社も合わせて102人の新入社員が入社しました。音楽が人々の心に潤いを与え、世界中の人々を共感させ、つなげる役目を果たすと信じ、日々挑戦し続けます。晴れやかな表情とともに抱いた新たな決意。ヤマハではこれまで新型コロナの影響で入社式をオンラインなどで実施していましたが、今年は4年ぶりに全新入社員が一堂に会しました。思いというのはですね、これから困難を乗り越えるときに大きな原動力になります。大事にしてください。中田社長の挨拶に新入社員も気持ちを新たにしました。今日から本当に社会人としてヤマハの一員として働いていけることに強く誇りと、こうなんですか、楽しみといいますか、胸が今そうすごくワクワクしている感じでいっぱいです。どんどん挑戦していく大切さっていうのは本当社長の言葉からも感じましたし、音楽の楽しさ、楽器の楽しさ、心の豊かさを届けるという意味で発展途上国の器楽教育に貢献できればいいなと思っております。